山崎さんはあのー、先ほどねグルメも、はいあのー、最近はすごく沖縄の料理がす味しいというお話ありましたけれども、ねはい、僕が一番沖縄のもので好きなのは島らっきょうが一番好きなんです<ー>僕らっきょう全然食べれなかったんですけど<ー>島らっきょうを食べた時には美味しいなと思いましたね海ぶどうはあ海ぶどうも美味しいですよねあ<ー>あの楽天に行った時はあのー、ね海のあのー エビのこのこ車エビも養殖して美味しかったですし、今言ったように、このね、手引ちなんていうのは、最高に美味しいですよね、<ー>はい、癖になりますね、チャタンも美味しいのいっぱいあったん若者の街ですしね<ー>、えーあの、何よりもやはり球場の横がもうね、すごくこう綺麗な街になってますから、<ー>活気があるんですよね。<ー>はい 僕もあのチャタンで峰竜太さんにごちそうなったステーキも美味しかったですね <laughs>、えー、そっちはちょっと欧米化の方でねあ,のあれですけど、えー、また美味しかったしどこもみんないいですねでもなんかあの沖縄ってそういうその沖縄の郷土料理もそうですしそれからアメリカから入ってきてるお料理とか欧米化もいいですし、ね、そ,うそうですよねありますよね、えー、ステーキとかそういうあっちの方を食べると僕みたいな体験になりますよねもず,もずくの,の豚しゃぶっていうのもあるす もずく入れた豚しゃぶこれはまたおいしい山崎さんもご存知ですかもずくは天ぷらもありますよねちょっと太いですよねこのもずくはねもずくの天ぷらもあったそう思うと結構やっぱりおいしいものたくさんありますよねそうですね市場でですね行ってそこでお魚ね買って上で料理してもらうとか言ってああそこありますね僕も行きました中尾さんと一緒にでもあそこは 行くとですけ、ね、え、あの、美味しいも魚もいっぱいあるんですよ。これ食べる、これ食べる、これ食べるって、はい、いっぱい買わされて、食べきれないぐらい、やるんですよね。はあ、ですけど、あまあ、あの、非常に沖縄の大阪かなって、こう、色とりどりなんですけど。美味しいですよね。なんか、沖縄青い魚、は本当に青いし、ね、赤いと、はっきりしてますよね。ね僕ら、あの、釣り仲間の中では、はい、あのー、赤人ミーバイっていうね、すじ、すじあらっていう。 これが一,一応一番人<う>あと白玉、白イ、えー、それとマクブっていうこブダイ系の <laughs> この3種類が一応全然わからない、ね、<laughs> マニアックすぎたさすがあの釣り話はすごいですからねやっぱりね釣りバカ日誌に出てたのはタオさんだけだからね本当 <laughs> 釣りが好きだから松本英夫さんとねタオヤスさんは本当に、ええ、そうですねいやもうあの やっぱり松村さんのモノマネが出ると安心しますね。いやいや、えー、もうよく行きましたんでね。<laughs> はい、あ。あの魚とか焼いてくださるところもいいし、あのやっぱりあの韓国の文化とか。はい。 日本の文化とか、いろいろと中国の台湾の文化とか、いろんな文化が流れたチャンプルだから、またそうですね、ゴーヤーチャンプルみたいな感じですよね、そうですね、すね初め食べた時は、ゴーヤーチャンプルも苦いっていうイメージしかなかったけど、はい、苦売りがあるいは今食べやすいのもあって、ね、食べ出すと癖になってしまうっていうね、えー、か苦くないと、なんか、苦い方がいいから、ねはい、苦みが欲しいですもんね、今はもう。<laughs> そうですね、はい、なんかあのー 食べ物ばっかりの話になっちゃってるんですけど、はい、食べ物以外の、どうですか、観光地とかは松村さんは行かれないんですか。首里城がいいじゃないですかね。首里城。僕なんかや、野球好きで、ちょっと、やっぱり、石嶺さんの母校だなと思って、勝手に富城高校行ったりとかですね。はい、あの、中田浩二さんの母校だなと思って、高南高校行ったり、沖縄水産とかですね。はい。ちょっと近くを、こう歩いたりしましたですね。はい、あの、あ<ー>またいいですよね。 さすがにタオさんと山崎さんはそれはしないですよね僕はねいやいやもうしょっちゅういろんなとこ行きますよ歩きますあそうですかあのオフなんかはそれこそ万座から名護までがね大体2 0キロぐらいあるんですけどそこはよく走ってましたああジョギングですかすごいジョギングでねタオさんあのジョギング大好きなので大好きでもう今ちょっと膝が痛いんで自転車に変えましたけどあの当時はもう本当長い距離よく走ってましたからねはいあの 僕はいろんなまあ全国いろんなところを走りましたけど、あのルートはもう本当に一二のルート、うん、すごく景色が良くて、えもうまあ自転車でもいいと思いますけどもね、うん、最高の景色です。うん、はい。海が綺麗ですよね。はい、最高です。うん、山崎さんはいかがですか。僕はですね、またこれマニアックなこと言いますけども、はい、僕はやっぱり車とか機械ものが好きなので。 カデナ騎士に戦闘機をよく見に行ってました、ねはい、<laughs> 本当ですか、はい、ですから、えーえー、戦闘機が見えるところで、はい、あの本当に低空飛行で飛んでいくんですけども、あれを見たときに、うん、おすごいなと思いましたし嘉手納もですね、中に入れることができるんですよね行ってみたりとかでも意外と野球選手休みこれ4禁1球とか 1>,、はい、あ1週間に1回ありましたので。 まあどっちかというと僕はゴルフはあんまりやりませんでしたけどもいろんな場所には行きましたね松村さんが言ったようにあの首里城も行ったことありますしでもまだね美ら海水族館行ったことないですあそこ行かないとあそこ行かないと始まらないと思うんですけど、えー、実は僕そこにだけ行ってないような感じなので、はい、あとの他の、ね、観光地はもうほとんどやはり僕も長く、はいえー、元気生活やらせてもらいましたので、えー ほとんど道も大体分かるというねああそうですかだから迷子になりませんねはい僕も解説ずっとやってますけれど普通はタクシー動でないといけないって言われてるところ僕いつもレンタカーなんでほとんど分かりますね道はそうすると沖縄の魅力に取りつかれてるだけに2月の1か月間っていうのは楽しいですね楽しいですね時時代のはね 辛かったです。<laughs> そ<う>じゃ今年 <laughs> 休まないですけ、ね、ど、今年から。ですから、もう本当にね、今年、評論家1年生になって、4回ぐらい行かせてもらいましたけども、えー、こんなに沖縄って楽しいんだなと思って、ね、<ー>現役時代はもう本当にね、1月のもう終わりぐらいから、ああ、きつい練習が始まるなと思ってたんですけど。 視野が広がりますよね僕と全然違います僕はあのキャンプがすごく楽しかった本当ですか体を動かすの好きなんでそれはあの監督としていや選手の頃くて選手あそうですあの言ったらシーズンに入ると成績が毎日ね出るじゃないですか何打数何打だとか負けたかったキャンプの1か月っていうのはそれがなくてもう本当にトレーニングするだけでいいでしょあれが楽しくて僕月日のキャンプで 3年連続熱出して、欠席したんです,よ <laughs> ですそれは、はい、監督はどのようう星野さんのとき<ー>れ、2年目のときが一番怒られましたけど、<ー>3年連続やったら、まあ、これはもうあの恒例行事だなと思われて、はいはい、許されましたけど、<ー>3年連続熱出して僕ね、ね2月1日のキャンプ、欠席したんですよ<ー>31日の、ね、ミーティング始まると同時に体が重くなって、<ー>で次の朝、ね、熱が出てるんです。<laughs> それ,それも理由で出されたな、はい、<laughs> それで嫌われ,たのか 2> 2嫌われて、沖縄で星野監督が怖かったですもんね、<laughs> おい、なんだお前はとか,なんか、ね、初日から怖かったですもんね、いや、ね、もう誰見てもなんだお前だったんですけどね、妙に笑う,時うときもありますね、いいね、ブルペンがいいねって、<laughs> <laughs> そんな言ってたかな、暑いし、はい、よくで<は>でもそれは山崎さんだからですよね。 普通の人だったら、こう<ん>恐怖で来れませんよ、キャンプ <laughs> 本当にあの時はもは自分でもびっくりしましたね。<ー>